神戸電鉄親善大使の綾乃です。本日はですね、花山駅に来てます。で、花山駅は駅舎も新しくなって、定期的にですね、こちらにキッチンカーとかも来たりして、新しい賑わいができてきています。で、今回は新しいお店もオープンしたということなので、そちらのお店を紹介していきたいと思います。行ってみましょう。はい、そしたら間もなく真星病院の前なんですけど、そこを右手に曲がってもらって坂をぐーっと登ってもらえると店が見えてきます。あの、お池中学校のところ行く道と同じ感じですね。私の母校です。はい、到着しました。こちらですね、お野菜キッチンお日様さんです。で、こちらですね、オープンして1年経ったお店なんですけど、こちらではピザが食べれるんですけど、釜焼きにこだわってるみたいなので、めちゃくちゃ楽しみです。お野菜キッチンお日様さんは2023年8月にオープンされたフレッシュなお店です。店内に備えられた薪窯で焼き上げられたこだわりのピザは絶品で、種類も豊富なので何度も来たくなります。店内では野菜や果物や惣菜の販売もされていて、いつでも旬のお野菜をいただけます。ポテトサラダと、あとオクラのやつ、きゅうりとツナの塩昆布和えでお願いします。そしたら、まずはオードブルが来ましたので、こちらからいただきたいと思います。いただきます。こんな感じ。え、おいしそう。スープ、かぼちゃのやつ。いただきます。最初にオクラのやつですね。いただきたいと思います。初めてオクラ食べたけど、オクラってこの前美味しかったっけと思うぐらい。で、めっちゃ美味しそう。毎日食べてるやろうなって思うぐらい美味しい。しかもなんか全部具材も結構ゴロゴロしてて、しっかりしてるし、人参とじゃがいもと卵と、大きいし食べ応えあります。暑い日にめっちゃぴったり、すげえさっぱり。めっちゃじゃないみたいに美味しい。めっちゃ甘くて、やすい。美味しい。しみる。めっちゃ美味しい。これからの季節にめっちゃいいかも。
ただきます。めっちゃ美味しい。椎茸と唐辛子の組み合わせで食べるの初めてなんですけど、めちゃくちゃ美味しいし、マッシュルームとかやったらあったけど、椎茸乗せるのが今までなかったので、え、めっちゃ美味しい。ピザに椎茸って合うんですよ。めちゃくちゃ美味しい。しかもちょっと具だくさんやから食べ応えがあります。美味しい。うん、これマジで1枚全部いけそう。美味しかったです。ごちそうさまでした。今回この花山のお店に来ることができてすごく嬉しかったです。でこのオードブルなんですけど、こだわったあの料理で、どれもとても美味しくて、ちょっとね家庭的で毎日食べたいなと思うぐらい美味しい料理で、しかも季節感も感じられるようなお料理で美味しかったです。でピザが釜焼きなのもあるんですけど、聞いたことない組み合わせ、椎茸と唐辛子とか、それをピザに入れたりっていうのもすごい驚いたけど、めちゃくちゃ美味しかったし、もうすぐまた食べたいなって、もう食べながらもうまたもう一回食べたい、もう一枚食べたいなと思うぐらい美味しかったです。景色がすごいいいんですけど、もう緑がねいっぱいあって、まあ、北区って基本山なんですけど、もうこう緑をね存分に感じられることができて、しかも花山って何がいいって空気が美味しいんですよ。からこう都会の暮らしでね疲れた人たちはぜひ花山に来て、この緑を感じながら素敵なねお料理を食べていただけると嬉しいなと思います。ごちそうさまでした。